こんにちは。マナビズムの高間です、えー。ここからですね、近代の理系数学の解説っていうのをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。で、解説をしていく前に、まずは敵を知るっていうのが必要なので、近代のね、理系数学っていうのがどういう風に出題されてるのかっていうのを確認していきたいなというふうに思います、えー。基本的にはもう大問参考抵構成はずっと変わりません。平成時間は60分に。 なってますよとでえっ、ー、と理系数学っていうのは二種類あって数学三 c がいらないパターンっていうのといるパターンっていうのが二つありますで数学丸一っていうのが基本的に、えー、数学三 c いらないパターンの人が受けるものっていうので、えー、数学丸二っていうのが数学三 c いるよっていう人が受けるものになってますなのでしっかり自分が受けるのはどっちなのかっていうのを確認して過去問を解くようにしておいてほしいなと思いますはいでじゃあ問題のね内容っていうのはどういう風になって てるのかっていう話なんですが、まあ、特定の単元からめちゃくちゃ出題されるみたいなのはあまりありません。なんでまんべんなく出題されてきます。よっていう風になりますね。過去問が全部見れると思いますがね。特定の単元偏ってるって言うのはあまりないですね。三角関数とかまあ、数列とかっていうのがちょっと出やすいかな。とか微分積分も出やすいかなぐらい。 です。なので、もうまんべんなく苦手な範囲を作らないようにえ勉強していってほしいなというふうに思います。はい。で、じゃあ近代の問題ね、えっと、攻略していく上でえ大事なことっていうのは何なのかって言ったら、まずは計算量多いです。 ねえー、なので近代の数学の問題っていうのを解けるようにしていくためにはしっかりと自分の手を動かして計算するっていうのができるようになってないといけません。で、えー、頑張って計算できなあかんっていうのもそうなんやけど工夫して簡単な計算に持っていきましょうっていうのも大事になってきます。なので普段の勉強から工夫して簡単な計算にできひんかなっていうのをね、えー、ちょっとずつ考えていくようにしておいてほしいなと思います。であともう一個理系数学は特になんですけど思考力。 がが結構必要な問題が出てきますで今回解説する問題の中にも思考力だいぶ必要でこれ誰が解けんねやろうっていう風にね思った人いるかもしれませんがそういう問題が解けるようになったらもちろんね点数っていうのが上がりやすくなって、ね、合格が近づくっていう風になってきます。なのでちょっと難しい問題っていうのもね手を出して自分が持ってる問題集で演習しておいてほしいなという風に思います。 いいでしょうかはいということで早速ね、えー、このあとねこの数学1と数学2それぞれ両方ともね解説するので、えー、しっかりとね、えー、自分が必要な方程のを見るようにしてください。はい、それでは早速やっていきましょう。学び はい。では、早速1番からやっていきたいと思います。で、問題をね、まずはざっと眺めてやりましょう。そしたら、まあ、どこの単元の話なのかなっていうのをイメージを、えっ、ー、と、沸かしていきたいなというところなんですが、えー、問題文を読んでたら、まあ、円が出てくるなと。 はい。なので、まあ座標を取って、ね、そこから考えていくのかなっていう風な問題になってたり、まあ後半でベクトルっていうのが出てきてますよと。なので、ベクトルかーっていう風に考えて、ね、えー、ちょっと問題を解いていくという風になるわけやね。まあとりあえず前半ベクトルあんまり関係ないので、えー、まずは解けそうなところっていうのを問題を見てね、えー、解いていくっていう風な形でやっていってほしいなと思います。はい。では早速問題を見ていきましょう。 え座標平面において原点 O を中心とする半径1の円周上を動く点 P っていうのと点 A。 ね、4 3 4を中心とする半径5の円周上動く点 Q がありますよとね P と Q がバラバラに動きますよっていう話ですね、えー、まずはかっこからいきますが OA の長さ求めてくださいっていうふうにね早速言われてます。はい、OA の長さこれは別にね、えー、難しくないかなというふうに思います。三平方の定理を使ってやって 4+4 3の2乗プラス4の2乗これをルートの中に入れたら OK ですね。 はい、これ計算してやったら、ルート64なので、えー、8という風に簡単に求められますよと。これは間違えられないですね。はい、じゃあ続いて2つ目行きましょう。えー、また、直線 OA と X 軸の同じ角アルファいうのは Eπ ですよという風に言われてます。はい、ということで、まあちょっとね、図を書いて考えてみましょうと。はい、こっち Y 軸があって、こっちに X 軸がありますよと。で、 今 A の座標っていうのが4ルート34というふうに言われてますねどっちも4で割ることができるとはいそしたらこっちのね x 座標っていうのを4で割ってやったらルート3やし y 座標4っていうのを4で割ってやったら1やとだからルート3対1になってるなということに気づくことができますねはいということで、まあ、こんな感じのここら辺に点 A があるんじゃないかなというふうに考えることができるとでここが4ルート3ですよと ででこっっちの長さがすすよという風になってますねじゃあ O と A を結んでやって x 軸の正の向きとナス角まあ x 軸とナス角っていうのを求めてやるとまあ言ったらここの角度を考えてくださいっていうふうになってるわけやと。で今 OA の長さを出したわけなんやけどここの長さ8でしたよと。ね4と8と4ルート3。っていうことは。 1>, 1対2対 √3 の関係にあるんだよっていうことがわかりますねはい直角三角形で1対2対 √3 ですここの角度何度ですかっていう風うに言われたら当然30度6分のパイですねだからアルファは6分のパイだという風うに求めることができましたはいでもちろんね、えー、解説に書いてある通りねタンジェントを使って考えていくっていうのもできますタンジェントっていうのは傾きを表しているのでね、えー、この直線 OA っていうのを求めてやっても OK ですよと。ね、ちなみに OA っていうのは直線が y イコールルート3分の 1x という風になるわけなので、タンジェントアルファイコールルート3分の1にして計算してやっても OK かなと思います。そしたらアルファイコール6分の π という風に求められるということですね。いいでしょうか。はい、ということでまずは括弧1終わりました。これは大丈夫でしょう。はい、じゃあ続いて括弧2行きましょう。 えー、pq の y 座標をそれぞれ smallpsmallq、えー、というふうにします smallq-smallp、えー、の取り得る値の範囲はっていうふうに言われてますね。と、はい、いうことで、まあ、y 座標がそれぞれ pq ですよっていうふうに言われてると。だからまずは p と q それぞれ y 座標っていうのは何歩から何歩までの範囲で動くのかなっていうのを考えてやると。はい えまずは P なんですが原点中心で半径1の円周上を動いてるよっていうことですね。はい。ということは原点があってその周りの円を動いてます。さあ、X、えー、Y 座標っていうのは何歩から何歩まで動きますかと言われたら当然これマイナス1から1までですね。はい。ということなのでこの P っていうのはマイナス1小なりイコール P 小なりイコール1というふうにすることができますよと。 でまあ 9−p っていうふうに言われてるからこれ −p に変形しておく、ね、全部にス1をかけてやって、えー、まあス1かけるからひっくり返るんやけど符号変わるだけなのでス1小なりイコール −p 小なりイコール1というふうにすることができましたはいじゃあ続いて Q の方を考えていきましょうまあ Q も円ですよね。はいで中心が4ルート34ですよっていうふうに言われてる。 ね、円があってここの中心がですよとだから y 座標はって言われたらこんな感じで y 座標が走ってて y 軸が走っててここの、ね、座標4ですよという風になっているわけやと。で半径が5の円ですよね。半径が5っていうことはこの上ここの部分は当然5増えて9ですよとここの部分はって言われたら5減って、えーえー、とマイナス1ですよという風になるわけやと。 ということは、九っていうのは、マイナス一小なりイコール九小なりイコール九というふうにすることができると。はい、ということで、この二つですね。こいつとこいつを全部足してやればオッケーですよ。だから、マイナス二小なりイコール九マイナスピー小なりイコール10というふうに求めることができました。はい、まあ、これに関しても、図をしっかり書けたら、そんなに難しくなかったかなと思います。 はい。では続いてカッコさんいきましょう。はい。えー、線分 PQ の長さの取りうる値の範囲はっていうふうに言われてます。はい。ということで、まあ、それぞれ P と Q がバラバラに動くんですが、P と Q の線分結んだら、何歩から何歩まで行くんですかという話やね。なので、円が2つあります。1つは半径が1の円です。もう1個はちょっと大きめの半径が5の円ですよ。というふうになってる。で、 二つの円の中心間の距離は8だよというふうに言われてますね。この8ってさっき求めたけど、まあ中心間の距離だよと。はい。で、だから、ここの中心とここの中心っていうのを結んでやると、ここって8離れてるんだよというふうになるわけ。はい。で、 こっちの円の半径は1ですよこっちの円の半径は5ですよっていうふうになってるということはこの2つの円って絶対に交わらないですよね交わらないですねどんだけ近くてもここの間が離れているというふうになるとじゃあ一番近いのってどこですかって言われたらこの赤の点で P と Q がある時ねここの この時っていうのが PQ の距離は一番短くなる。逆に一番長いのどこですかって言われたら直径の端っこ同士。ね、端っこ同士なので、ここ。ここに P があって、こっち側のこの辺に Q がある時。ねえー、PQ の長さっていうのは最大になりますよっていうことです。はい。だから、まあ、ここの一番短い時の距離っていうのと、この一番長い時の距離っていうのをそれぞれ求めてやったら OK というふうになるわけやね。 はいじゃあここの距離考えてやるんですが当然こっち半径1ですよこっちの半径5ですよっていうふうになるわけやから 8=1+5 っていうのを考えてやれば OK だから一番短い距離は2ですね。で逆に一番長いのはって言われたらこことここをさらに足さないといけないよっていうふうになるわけやから 8+1+5 これ計算してやって14というふうになるわけやと。 だから PQ の長さの範囲っていうのはイイコール小なりイコーールルというふうに求めることができました。と、はい、いうことでまあ括弧3までは、まあ、しっかり座標を書かなくてもざっくり考えるだけで、ね、解ける問題っていうふうになってましたただ続いての括弧4からっていうのがしっかりね図を書いて考えていかないと難しい問題になってますなのでしっかり図を書いて考えていけるようにしましょう。はいでは続いてやっていきたいと思います。 はい。それでは、カッコ4やっていきましょう。えー、線分 PQ が通りうる領域 D。 の面積を求めてくださいという風になってます。はい。ということで、まあ、二つ円があるわけなんですが、一つの円は、ね、原点を中心として半径1の円ということで、すごくね、わかりやすい位置にあるんですが、もう一つの円ですね、えー。点 A を中心とする半径5の円っていうのが、すごく中途半端な位置にあって、計算がめんどくさくなりそうやと。はい。ということなので、円をちょっと回転して移動させてきましたよと。はい。そしたら、こんな感じ。ね、二、えー、つの 円の中心間の距離っていうのは8っていうのを保ったままね、移動させてきましたよっていう風な形になってます。はい、じゃあね、えこの2つの円っていうのを2つの点が動くときにえ、線分 PQ っていうのがどういう風な範囲を動くのかっていうのをまずは確認していきましょう。どの範囲を動くのかって言ったら、ね、円の中っていうのは当然通りますよと。で、円の中通るんやけど、この2つの 円のの接線のところまで、ね、両方に接する接線のところまでいきますよとはいだからこの辺全部この辺全部の面積を求めてくださいっていうのがこの括弧4の問題というふうになります難しいですねはいなのでね、えー、どういうふうに考えていくのかっていうのを今から説明していきたいなというふうに思いますでこの円2つをの 点を通るね、ね、線分が通る領域の面積っていうのを求めるためにはね、ね、まずはね、上と下が同じ図形だよっていうのをしっかりと把握しておきましょう。 X 軸の上にある図形っていうのと、X 軸の下にある図形っていうのは、当然両方とも円でできてるわけなので、ね、同じ形になりますよね。なので、面積の計算をするときは、まあ、上の部分っていうのを求めてやって、それの2倍してやればいいやんっていうふうにね、まずは考えてやりましょう。で、その後ですね、ここの面積求めるためなんやけど、補助線必要になってきます。はい。こんな感じで、ここ、水線ねえ、引きましょうと。 で、それからこっち側の接線のところにもこんな感じで垂線引きましょうと。はい、そしたらこの2つの直線っていうのは平行ですよっていう風になるのでなのでここの部分この中の四角形の部分ここは台形ですよという風に言うことができますね。はい、ということはここからここまでの距離っていうのが分かったらここの長さ1ここの長さ5になってるから台形の面積に求められると。 でそれからあとはこっち側外側の扇形の面積をそれぞれ求めてやって足してやりましょうというふうになるわけやねいいでしょうかはいでそれを合計したやつを2倍してやればこの赤の斜線部分の面積が求められるというふうになりますはいじゃあねそれぞれの接点の座標を求めなあかんよっていうふうになっちゃうのでじゃあこの方程式っていうのが何なのかっていうのを求める必要がありますね はい。じゃあ、この方程式求めていきましょう。で、二つの円に接する、ね、接線の求め方っていうのは、まず片方の円で接線の方程式を作ります。で、それからもう片方の円にも接するように、えー、式を使って、えー、計算していくというふうになります。はい。ということで、まずはこっち側ですね。x の二乗プラス y の二乗イコール1ですよと。この円周上に点を取りましょう。えー、接点を 今回はまあ W と Z という風にしてありましょう。すると当然この演習上にあるわけなので、W の二乗プラス Z の二乗っていうのが一だよっていうのが成り立ちますね。はい、まずこれ一つ式立ちました。 でそれから、ねえー、接線の方程式作らないとダメなのででこの x+y=1 の二乗プラス、y、の二乗イコール1に接する接線の方程式接点は wz だよっていうふうになってるから wx+zy=1 プラス Z y イコール1これが接線の方程式ですね。 はいじゃあこっち側の円で考えることは終わりました。この接線がこの接線がねえ中心80半径5の円にも接しないといけないよというふうになるわけだと。ということは何を考えるのかっていったら中心までの距離っていうのが半径と等しくなったら OK ですよというふうに考えてやれば OK です。ということでえー、っと。 点と直線の距離の公式っていうのを使ってあげて、ルート W の2乗プラス Z の2乗、A、分の絶対値、80と WX プラス ZY マイナス1イコール0に変形して、8W プラス0かける z マイナス1が絶対値の中に入るわけだと。で、そしたら、 この分母ね、W+z の2乗プラス、Z、の2乗っていうのがあるんやけどこれ1やでーって分かってるから、ね、絶対値8 w 1だよというふうにすることができると。でこれが、ね、この半径5の円に接しないといけないから中心からの距離が5じゃないとダメですよというふうになるわけやね。はい、ということで絶対 8W-1 イコール5といい、う風になりました。はい、この方程式を解いてやったら w=4 イコール4分の3。 でそれから、えー、マイナス二分の一というふうに求めることができますよと。でこの時それぞれ z っていうのはどうなるかって言ったらプラスマイナス四分のルート七、それからプラスマイナス二分のルート三というふうになります。これは丸一の式に代入してやったら計算することができるというふうになるわけやね。はい。 ということで、接線の方程式っていうのが出てきました。何が出てきたかって言ったら、4分の 3x、ね、プラスマイナス4分のルート 7y イコール1。ね、4っていうのを両辺にかけてあげて、3x プラスマイナスルート 7y イコール4と。で、それからこっち側。ね、マイナス2分の1と、プラスマイナス2分のルート3のとき。だから、マイナス x プラスマイナスルート 3y イコール2というふうになると。はい。 で接線4本でできてしまいました、はい、困った、ね、4本っていうのは残り2本どこにあるのかって言ったら当然この2つの絵に接する接線ってここら辺にもこう走ってるはずこんな感じで走ってるものもあるはずやとはいなのでねこの2つを除いてやらなあかんどれやろうっていうのをね考えてやらなあかんでどれやろうっていうのを考えてやるためにはねこの2つ まあ式が、えー、4つありますがこいつらの、X、軸との交点っていうのを考えてやるとでそれが0と8の間にあったら、えー、ダメですよと0と8以外マイナスのところにないとダメですよっていうふうになるわけだねはいでじゃあそれを計算するとどうなるかっていう話なんですが、えー、X プラススマイナスルートの y イコール4これはね、y、が0やとしたら、X、はね3分の4ですよと。 ということはここら辺に存在してしまうよっていう風になるわけやねなので上の式ダメですよっていうことが分かるとじゃあ下の式 Y が0の時どうなりますかって言ったら X はマイナス2ですねなのでこっち側にあるよとだからこの下の方が OK ですよ、ね、傾きプラスの方がこっち、ね、傾きマイナスの方がこっちという風にすることができましたいいでしょうかはい ということでじゃあここから面積をを求める計算をしていいいいきたいなという,ふうに思いますはいではじゃあ実際に面積の計算っていうのをやっていきたいなというふうに思いますでさっきも言った通り上半分で面積を求めていくというふうな形になりますなのでねえ傾きプラスの方の直線この2つのうち傾きプラスの方の直線っていうのを求めておきましたマイナス x プラスルート3はイコール2っていうのがこの直線というふうになってますよとはい で、じゃあ、まあ、これが分かったら何がいいのかって言ったら、まずはここの接点を求めることができます。で、それから、ここの角度。 ね、ここの扇形の中心角っていうのがそれぞれ何度なのかっていうのを求めることができるようになるというふうになってますはいでは順番にやっていきましょうまずは扇形の方から考えていきますで扇形の方から考えていくわけなんですがまずこいつねス x √ 3 y 2っていうふうになってると。 でまあいつものように Y イコールの形で書き換えてやりましょうはいそしたら Y イコール移行してやってルート3で割ったらいいのでルート3分の 1X プラスルート3分の2という風になりますねで何が知りたいかって言ったらこの中心角が知りたいわけなのでね傾きが分かればオッケーですよと、ね、傾きがルート3分の1という風になっている ということは、この直線をずーっとつないでいったら、ね、えっと、この、タンジェントの値がルート3分の1になる角度になるわけですね。はい。タンジェントがルート3分の1ってことは、ま、30度6分の π ですよっていうふうになるわけやと。はい。で、この直線と垂直な、この直線とかこの直線、こいつらの傾きって、 何ぼなんですかって言ったら傾きっていうのはね垂直な2直線の傾きかけてやったら当然マイナス1になりますよとはいっていうことはこの青の直線この2つの直線の傾きはって言われたら傾きマイナスルート3になるよという風うになるわけやね はい。じゃあ、タンジェントの値が、ね、マイナスルート3になるような、えー、角度っていうのを求めてやったらどうなるかって言ったら、この角度は、えー、っと、3分の 2π というふうにすることができますよと。だから、ここの角度、こっちっていうのは3分の 2π だよっていうことがわかる。 でそれからこっち側この2つの直線絶対平行なのでここが3分のだからこっちの折り方はって言ったら角度は中心角は3分の π だというふうに求めることができましたはいじゃあ小さい折り方の面積はって言われたらねえ半径が1なので π か1る3分の π ですねはい ということで、え 2π 分の3分の π、全体で 2π で、そのうちの3分の π を占めてるよというふうになるね。はい、ということで、これを整理してあげたらどうなるかって言ったら、6分の π ですよと。 はい、小さい方の扇形の面積は6分の π だというふうに求められました。はい、じゃあ、大きい方の扇形考えていきましょう。大きい方はって言われたら π かける5 × 2, 2 π あるうちの3分の 2π 分ありますよっていうふうになるわけやね。はい、ということでこれを整理してあげたら3分の 25π というふうに求めることができました。はい。 なので、こことここの扇形の面積分かったので、あとはここの台形の面積を求めてやりましょう。はい。上底の長さ、ここ1ですね。えー、下底の長さ、ここ5ですね。あとはここの、ね、接点間の距離っていうのを求めてやれば OK ですよと。はい。で、片方はもうすでに分かってます。片方は。 なぜならまあさっき計算しましたよねこの w とか z っていうのは何やったかって言ったら接点ですよと。で接点のうち、まあ、y 座標がプラスのやつっていうのを考えてやれば OK なのでちっちゃい方のこっちの左側の接点っていうのは、えー、当然マイナス二分の一、それから2分のルート3というふうにすることができると。はいじゃあもう一個の方こっちの接点を求めましょうっていう話なんですがこっちは頑張って計算してください。 ね、どんな計算するかっていったら x ス8の2乗プラス +y の2乗イコール =25。っていうのとえっ、ー、とはいこれを連立方程式で解いてやって x の値と y の値を求めてやれば OK ですよというふうになるわけ はいでこれ計算してやったらもう手動かしたらできるので省略しますが2分の11それから2分の5ルート3というふうにすることができましたよと。はいじゃあこの2点間の距離っていうのを求めてやれば OK ですよというふうになるわけやね。はいじゃあこの2点間の距離を求めてやったらどうなるかっていったら距離は4ルート3というふうに求めることができました。三平方の定義使ったら求められます。 はいということでここの長さここの部分っていうのは4ルート3だよということがわかったとはいじゃあ台形の面積はって言われたら二分の一かける上底足す過程なので1プラス5ですねでかける4ルート3というふうになるとはいこれを計算してやれば12ルート3というふうに求められましたはい ということで上半分の面積が求められたねこれ足すこれ足すこれと。はいだから12ルート3プラスえ6分の π えプラス3分の 25π というふうになると。で結局求めたかったのは何かって言ったら赤の部分の面積だよ。ということはこれを2倍しないとダメなので2括弧というふうにしてあげたら OK。 あとはこれを計算するというふうになります。はいということで24ルート 3+ プラスの 17π というふうに求めることができました。はい ということでこれね非常に難しかったかなという風うに思うんですがしっかりと図形を区切って考えていくとか何を求めたらこの面積求められるのかなというのをしっかり頭使ってえーと考えられるようにしていってほしいなという風うに思いますなのでまあややこしいところの面積求めてくださいって言われたら補助線を使うようにするとかっていうね工夫をできるようにしていってほしいなと思いますいいでしょうかはいということで括弧4ここまでにして続いて5と6やっていきましょう はい。では、続いて、括弧5をやっていきましょう。えー、2つのベクトル、ベクトル OA とベクトル PQ のナス角を β というふうに考えます。えー、ただし、0小なりイコール、β 小なりイコール π とします。えー、この時、タンジェント β の取りトリる値の範囲は、えー、いくらですかというふうに言われてます。はい。じゃあ、まあ、最大になるときと最小になるときっていうのを考えていきましょう。まあ、点 P がこっち側の円を動くよと。 点球がこっち側の円を動くよといいう風に考えていきますでまあもちろん回転移動させたからほんまの a ではないけどここをね a と見なして今ちょっと考えていきたいと思います。じゃあベクトル Oa とナス角が最小になるのはどういう時かって言われたら当然ね x 軸上に2点ともある時例えばこことここにある時。 ねえー、ここに p があってここに q があるとしたらこのベクトルとベクトル Oa っていうのはなすかく当然0になりますよね。はい、ということで、えー、最小値は0ですよということがすぐに分かりました。はい、じゃあ最大はいつですかっていう話。 ね、最大はいつなのかという話なんですが、まあ基本的には接線を考えてあげるというふうになります。なので、まあさっきの問題で使ったこっちの接線っていうのを考えたいところではあるんですが、そんなに傾き大きくないですよね。はい。じゃあ、どこかって言ったら、こっち側の接線。ね、こんな感じ。ね。はい。こっち側の接線っていうのが傾き、まあまあ大きくなりますよね。はい。 なのでここに点 P があってここに点 Q がある時この時っていうのが傾きが一番大きいですよというふうになるわけやなのでこの時の傾きっていうのを考えてやれば OK ですよというふうになりますで括弧4を計算してる時に接線ね4通り出しましたよとで使ってない方を考えていくとまあ3 x プラスマイナスルート7 y 4ですよとはい。 でこれの傾きがプラスの直線はどれですかって言ったら、えー、イコール4ですよねはいこれをいつも通り y イコールの形で表してやると y イコールね移行してあげれば OK やからル、えート7で割ってルート7分の 3x マイナスルート7分の4というふうになると。はい傾き最大っていうのはこういう時ですよというふうになるわけやと。 あとはじゃあこれを有利化してあげたら OK 分母分子にルート7をかけてやって7分の3ルート7というふうになりますね。はいということなのでタンンジェントベー β の取り得る値の範囲は0小なりイコールタンンジェントベー β 小なりイコール7分の3ルート7というふうに求めることができました。はいじゃあ続いてラストいきましょう6番ですね、えー、直線 PQ の傾きを m とします m の最大値を求めてくださいというふうに言われてます。はい ということで、まあ、タンジェントが最大になるのは、今求めました、この7分の3ルート7の時ですよと。で、今、実際は、点 A っていうのは、ここにはなくて、4、えー、4ルート3のところにあるのかなあ、失礼、4ルート3、4のところにありますね。なので、回転させて持ってきたと。どんだけ回転させたんですかっていうふうに考えると、はい、当然、 4ルート34なので、ここ4ルート3、こっち側4っていうのを取ってやって、ね、ここの角度。ね、この角度分だけ回転させました。これどんだけですかって言ったら、6分の π 回転してるよという風になりますよね。はい。 なのでさっき求めたこのタンンジェントベー β の最大値にプラスで6分の π 回転させてやらないといけないというふうになるわけだと。はいということで m っていうのはタンンジェント、まあ、ベー β プラス6分の π っていうのを考えてやる必要がありますよと。ちなみにタンンジェントベー β っていうのはさっき使った7分の3ルート7と。 いう風になります。はい、あとは勾方定理を使って計算していけばオッケーという風になるので、まあ知識はね、えっ、ー、とテキストというか解説に書かれているので、それをしっかりと確認しておいてください。タンジェントの勾方定理を使うだけという風にあります。はい、ということで答えは3分の4ルート三プラスのルート七という風に求めることができましたよということですね。 はいえと、ー、いうことで後半括弧4からっていうのがめちゃくちゃゃく難しし問題でしたなので大問1で途中でね難しい問題が出てきたらさっきも言ったかもしれんけど大問2とか大問3っていうのをしっかり解ききってからできる問題ちゃんとやってからこの問題に取り組むようにしておいてほしいなというふうに思います。いいいでしょうかはい、えと、ー、いうことで大問1ここまでにして続いての問題に入っていきましょう。マズム はい。それでは二つ目の題問やっていきましょう。えー、パッと見ね、数列の問題なので、まあ一般項の出し方とか考えなあかんかなっていう風に思うかもしれませんが、よくよく問題読んでみると、ガウス記号が出てきてると。で、ね、ガウス記号っていうのは、まあそのね、中の数字を超えない最大の整数っていう風にね、えー、注文書いてありますが、えー、ちょっとね、えー、注意が必要な問題になってます。なので、ちょっと難しかったかなっていう風に感じると思いますが、えー、しっかりとね、できるように解説していきたいと思います。 はいでは早速ね、えー、見ていきましょう、えー、一般項が次の式で表される数列 AN を考えますよとで「a n」っていうのはガウスルート n ですよというふうになってますねはいで正、えー、しい数 x に対してガウス x っていうのは x を超えない最大の整数を表すというふうに書いてありますまあ軽くねガウス記号の説明まずはしていきたいなというふうに思うんですがガウス記号の中に1っていう整数が入ってたとしましょうと。 そしたら1を超えない最大の整数は何ですかって言われたら超えない、ね、超えなかったらいいからイコールなら別に問題ないわけですねなのでこれ1というふうになります。同じようにガウス2っていうふうに言われたらこれは2ですよというふうになるわけやね。 でガウスルート2は何歩ですかって言われたらねルート2っていうのは1.41ぐらいやーっていうのをみんな知ってるよね。なのでガウス1.41というふうになるわけやと。はいじゃあこの数字を超えない最大の整数何ですかって言われたらこれは1ですよね。 だからガウスルート2は何ぼですかっていうふうに言われたらこれは1だというふうに答えるこんな感じのガウス記号を使った数列っていうのを今から考えていくというふうになるわけやねなのでまあよく出てくるような等差数列等比数列とかではなくてしっかり実験しながらね考えていってほしいなと思います、はい、ではまずは括弧こね、えー、手直しにやっていきましょう、えー、まず永住を求めてくださいというふうに言われてますね まあ当然10っていうのをこのルートの中に入れたらいいわけなのでガウスルート10ですよというふうに言われていると。はい で、ルート10っていうのは何歩から何歩までの間にあるのか、整数部分何歩なのかなっていうのを今回は整の数なので確認しておいたら大丈夫ですよね。はい、ルート10っていうのはね、ルート9よりもでかいですよ。で、ルート16よりもちっちゃいですよっていう性質があります。はい、ルート9っていうのはこれ3ですよね。で、ルート16っていうのは4ですよと。はい。すなわち、ルート10っていうのは何歩かわからんけど、3. 点何歩だっていうことはわかると。はい。 ということで、これはガウス 3. 何ぼですよっていうふうになるわけ。これを超えない最大の整数何ぼですかって言われたら当然これは3ですよね。はい。なので、まあ今回は整数部分だけ見ておいたら大丈夫。はい。じゃあ続いていきましょう。A100 です。A100 なのでガウスルート100ですね。ルート100っていうのは当然10です。なので今回は綺麗な数字になる。ねガウスルート、え、失礼、ガウス10ですね。はい。 じゃあ、十を超えない最大の整数は何本ですかって言われたら、当然これは十だというふうになりますね。大丈夫ですね。はい、じゃあ、次、ね、えー、二千二十四というふうに言われました。はい、ということで、ガウスルート二千二十四について考えていきましょう。 で2024っていうのがどれぐらいの数字なのかっていうのを知りたいわけなんですがねえ来年2025年です。なのでえ覚えておいてほしい数字があるんですが2025これって何なのかって言われたらこれ素因数分解していったら分かるんですけど45の2乗なわけなんですよ。ね、45の2乗よりもちょっとだけちっちゃい数字だよっていうふうになるわけ。はい ということはルート2024っていうのはね45よりもちっちゃいですよ。でそれからね45よりもちょっとだけちっちゃい数字なわけなので44よりは大きいよっていうことがわかりますね。はいえー、ちなみに44っていうのを2乗してやったら1936になるので1936よりも2024はでかいですね。 はい、ということなのでね、えー、このルート2024っていうのは44点なんとかかんとかというふうになるわけやと。はいじゃあ整数部分は何もですかって言われたら当然44ですね。この数字を超えない最大の整数は今回この整数部分を見ておいたら OK というふうになるわけやと。 はい。ということで、まずはカッコ1だけ見てきましたが、ガウス記号の性質つかめましたでしょうかはいこ。これからこれを使って計算していくというふうな形になるので、カッコ2以降頑張ってやっていきましょう。はい。では、カッコ2入っていきたいと思います。 はい。では、括弧にやっていきましょう、えー。自然性 N に対して SN イコールシグマ K イコール1から N までの AK と置きますよというふうに書いてありますね。はい。ということで、今まではとりあえず数列の規則をつかんでもらうために、ね、A10 とか A100 とか A2024 っていうのを求める問題でした。ただ、それだけじゃね、えっ、ー、と、味気ないので、ね、和を考えていきましょうというふうな形の問題が出てきましたよと。で、 sn イコールシグマ k イコール1から n までの ak なので、ね、公式使いたいなーっていうふうに考えるんですが、いきなりは使えないです。なぜなら、数列が知ってる形じゃないので、公式使える形してないから、公式をいきなり使うのは無理だと。じゃあ、ね、えっ、ー、と、公式、なんか、どっかのタイミングで、ね、規則が出てきて、公式使えるようにならへんかなーっていうのを実験しながら考えていくというふうになるわけですね。はい、ということで、まずは、カッ1の s10 とか s100。まあ 特に S10 でちょっと規則をつかんでそこから計算していけるようになっていきたいなというふうに思います。はいということでまず S10 なんですが全部書き並べてみました。n に1から順番に10まで代入したものを足していくよというふうな形ですね。 はいそしたらし、えー、とガウスルート1ねこれ何本ですかって言われたらガウス記号の中1なので1を超えない最大の整数は1ですねはい同じように考えてルート2ルート2は1.41ぐらいなのでね、えー、ルート2を超えない最大の自然数は整数はって言われたら1ですはいルート3も同じように1.73ぐらいなのでここ1ですよねはい次ルート4 ルート4はって言われたら2なので2を超えない最大の整数は2です。同じように考えていったらルート5っていうのも2点なんぼなのでここに2だし、えー、ルート6も2ルート7も2ルート8も2という風になります。 で続いてルート9ですねルート93なので3を超えない最大の整数はって言われたら3やし、えー、ルート10も3ですよと。と、はい、いうことで、えー、と1を3つ足して2を5個足して3を2個足しましょうっていうふうな形になるのでこれ計算してあげたら19というふうになるわけやね。はいでこの括弧1の計算まあ S10 これを計算すること自体は全部書き並べたら、えー、難しくないですよと。 ただ S100 ですね100個全部書くのってまあまあ大変ですよねなのでここで頑張って規則をつかんでいきたいとどういうふうに規則をつかんでいけばいいかなっていうふうに考えるとまず1の個数を調べてみましょう1はこれ全部で3個ありますよねはい次22は何個あるかって言ったらこっからここまでなのでえ全部で5個 ありますよと。はい。じゃあ三になるのは何個あるのかなっていうのを調べてみましょう。三っていうのは、まあ当然整数部分が三になるルートの数字っていうのを考えてやれば OK。中に整数が入ってるルートの数字ね。はい。そしたらルート十一、それからルート十二、ルート十三、ルート十四、ルート十五までありますね。はい。じゃあ三になるのはって言われたら一二三四五六七七個あるわけですよ。 はいということでなんか2個ずつ増えてんなっていう感じがしますよねはい2個ずつ増えてるよっていうのをしっかりとほんまなのかなっていうのをちょっと確認してみましょうはいガウスルート n これを k というふうに置きましょうとはいそしたらねどうなるかって言ったら k 小なりイコールルート n 小なり k+1 じゃないとダメですよっていうことがわかります ねえー、なぜかって言ったら k+1 になっちゃったとしたら、ねえー、とこれを超えない最大の整数はって言われたら k+1 になるので k+1 は含めない。で k よりちょっとちっちゃい数字になったとしたら k よりちっちゃい数字になるので、ね、ルート n っていうのがその最大の整数っていうのが k ス1になっちゃいますよね。だからまあガウス記号の時はよくこういう不等式使うんですが整数と整数の間で挟んじゃいましょうっていう話です。 はい、でこれを挟んだ結果どうなるかって言ったら2乗してやって k の2乗を小なりイコール n 小なり k+1 の2乗だよっていうふうな形になりましたよと。はいじゃあこの中に整数何個あるんですかと言われたら k+1 の2乗から k の2乗を引いてあげたらいいと。でこれを計算した結果 2k+ の1というふうになりました。はい、 ということは、K が1の時3個、K が2の時5個、K が3の時7個。なんか規則合ってそうですよね。はい。じゃあ、これを使って S100 っていうのを求めてみましょう。S100 なので、まあそもそもどこで切り替わるのかっていうのをしっかり考えておかないといけません。はい。A99 っていうのを考えてみましょう。A99 っていうのはガウスルート99。なんやけど、これ、 中が100よりちょっとちっちゃいので 9. 何とかかんとかになりますねなのでこれ9ですよと。やねんけど A100 はって言われたらこれはガウスルート100なのでこれ10ですよと。だから9になる値までっていうのは規則的で最後10を1個足さないといけないですよっていうふうになるわけやと。はいでじゃあガウス ルート N イコール k になる塊っていうのが、まあ、2k+1 個ありますよとこいつらの和っていうのはどうなるんですかっていうふうに言われたらはいこれはねえー、と計算してやれば OK ですね当然 k になるものが 2k+1 個あるわけなので k×2k+1 になるわけですよ。 で、これがね、k イコール1から9まで全部足してくださいよという風になるわけやから、k イコール1から9までっていうのを前につけてやると。はい。で、最後に10を1個足さなあかんから、プラスの10っていうのを計算したら、OK という風になるわけやね。はい。 ということでここに関してはシグマの公式を使って全然問題ないので計算していきましょう。はいじゃあシグマ k=1 から9までのこれ展開し合えて 2k の2乗プラスの k ですね。でプラスの10と。はい あとは公式を使って計算するだけなので、ね、しっかりと公式を思い浮かべてくださいよと。はい、シグマ k イコール1から n までの、えー、k の2乗っていうふうに言われたら6分の1 n 括弧 n プラス1 2 n プラス1ですよ。はい、それからシグマ k イコール1から n までの k っていうふうに言われたら2分の1 n 括弧 n プラス1ですよと。 でこの n のところに k 9っ,、えー、っていうのを代入してあげてで上の方は2倍してあげるという風にして、えー、計算していく最後プラス10したら OK ですねはい計算自体はテキストというか解説に書いてあるので、えー、あとは自分で手を動かしてみてくださいはいこれ計算したら625という風に求めることができましたはいなので S100 の値っていうのは625だよっていうことが分かりました はいということでしっかりとね、えー、と性質っていうのをつかんでこの規則を使ってこの代目かっこ2っていうのは計算していくというふうになります。はいでは続いてかっ2の2番見ていきましょう S2024 の最大の素因数っていうのを求めてくださいっていうふうに言われてますね。 はいまあさっきと同じように考えて和を考えていくと。でそのためにはねどこで切り替わってんのかっていうのをちゃんと考えないとダメなので A2024 考えてやりましょうこれかっこ1でやりました、ね、これでしたたねこれででよと A2025 はって言われたらガウスルート2025になるんやけど。 ルート2025っていうのは、ね、この2025っていうのが45の2乗やでっていう話さっきしたね。なので、ね、ルート2025は45ですよと。だから45だという風になるわけやね。<coughs> ということなので、S2024 っていうのは、シグマ K イコール1から44までの K 括弧 2K プラス1だよという風になるわけやね。 はい、じゃあ、まあさっきと同じようにね、A、9を代入して計算していったのと同じように44代入して計算していってもいいかなって思うんですが、ね、その後素因数分解しなあかんと。ちょっとめんどくさいね。どうやら素因数は3桁なので、ね、素因数見つけるの大変そうだと。 じゃあどうするのかって言ったらまずはシグマの計算をしてある文字にして計算してやるでその後44を代入して因数分解した状態で素因数を見つけにいきましょう、ね、こんな感じで解いていくだからここの部分とりあえず M と、ね、文字を変えて計算していってみましょうはい。 ねえー、これ m イコール最後に44を代入したら OK だよというふうにねしておきましょう。はいじゃあこれを計算していくとまあこの形なのでシグマの公式を使って計算していくと 2×6 分の 1m=m+12m+1。でプラスの2分の 1m=m+1 というふうになるわけだと。 でこののシグマの計算ししっっかり因数分解しながらやっていいくねはい、ここが3分の1になるのでまあ3分の12分の1なのでこれ6分の2っていうのとえこっち6分の3やというふうにして考えてやる。でそれから共通の部分どこがあるかっていったら m, かっこ m プラス1が共通ですよというふうになってる。ということでねえ6分の1 m, かっこ m プラス1でくくってあげましょうと。 はいそしたらここに2が残ってて 2m+1 プラス1が残ってるので 4m+ プラスの2ですねでそれから後ろ3だけ残ってますねなのでプラスの3だから 4m+ プラスの5っていうのが括弧の中に入ってるよというふうになるわけやと。はいでこの式に m=44 イコール44っていうのを代入して考えてやりましょう。はい m=44 とすると s はって言ったら6分の1る4 4五4 5るここが181というふうになるわけやね。はいこの式をしっかり整理して素因数分解してあげたらどうなるかって言ったら結果としてははいける3一5け1 1八1 8 1 181は素数なのでこのままです。 はいじゃあ S2024 の最大の素因数はどれですかっていうふうに言われたらこの181これが答えだというふうになりますね。はいということで規則さえつかめてしまえば計算をダーッとやっていくだけっていうふうになるのでしっかりとなんか見たことないなーっていうふうな問題が出てきたとしたらしっかり規則つかんでそこから計算していくっていうふうにしていきましょう。はい では続いてカッコ3やっていきましょうはいでは続いてカッコ3やっていきましょう SN ダイナリー2024を満たす最初の自然数 N を求めてくださいというふうになってますねはいということでまあ今までの規則っていうのを使って計算していくというふうになりますでえー、っと SN ダイナリー2024を満たす最初の自然数見つけるんですがまずはこの手前 手前を探しにに行くくっててていいう風にね考えてあげてくださいはいっていうことなのでまあさっきシグマで計算したこの式ねこの式がこの式が2024よりちっちゃくなるのはどこまでですかっていうのを考えてやるとその後、じゃあ次の数字を何個足さなあかんのかなっていうのを考えていくという風になるわけやね。はい、ということで6分の 1m 括弧 m+14m+5。M 1 はい。これが、えー、小なりイコール2024となるような最大の M っていうのを見つけてあげましょう。はい。で、これはもう地道にね、数字を入れて考えていくしかないです。M イコール13の時、どうなるかって言ったら、ね、M イコール13の時は1729になります。で、次、M イコール14。 を考えてみたら M イコール14の時はと言ったら2135という風にすることができました。はいということで2135やともう超えちゃってるのでこの m=14 まで全部足しちゃったらダメなわけ。はいということで m=13 までを足して14を何個か足しましょうと何個足せばいいのかっていうのを考えてやれば OK ですね。 はい。じゃあ、何個足せばいいのかっていうのを考えてやると、ね、えっ、ー、と、2024から1729を引いてやる。で、これを当然14で割ってやったら OK という風になるわけやね。で、これ計算してやったら21.0な何とかっていう風な形になります。はい。ということで、ね、21個足さないといけないよっていうことがわかります。はい。 ということで、えっ、ー、と、n イコール、えー、何法の時に2024を初めて超えるのかっていう話なんですが、まず13までの間に何個項があるのかっていうのを考えていきましょう。はい、シグマ、k イコール1から、えー、13までの項数だけを考えるので、2k プラス1ですね。はい、これを計算してあげれば OK ですよと。はい、これ計算したら195というふうになると。はい。 なので195個でそれから21個足したらね14を21個足したらどういう風になるかって言ったら21かける14計算してみるとね、えー、こんな感じになりますねはい294ですよとこの294を1729に足してみると はい。えっ、ー、と、3で、ここが2で、0、2と、2023と、ね、ちょっと1個足りないという風になるわけだね。はい。なので、もう1個足しましょうという風になるわけだと。ということで、195プラス21、プラスの1してあげましょう。これが答えという風になります。なので、217という風にすることができました。いいでしょうか。 はい。ということで、規則をしっかり掴んで計算していきましょう。っていうのが、カッコ2のね、問題でした。まあ、ちょっとね、難しい問題でしたが、しっかりと頭を整理して、ね、こういう難しい問題が出てきた時っていうのは、ね、まずは実験を行う。実験を行って、規則を掴んでやる。その後、計算していくというふうな形で、えー、やっていくっていうのを忘れないようにしてください。いきなり何でもかんでも計算するわけではないですよ、ということに注意しておきましょう。はい。ということで、カッコ2終わりにして、続いてカッコ3やっていきましょう。 はい。では、続いて、括弧3やっていきましょう。え、数列 BN を次の規則、1,2で定めますというふうになってます。はい。では、規則、見ていきましょう。え、規則1個目ですね。AN 分の N っていうのが、ガウス AN 分の N のとき、BN イコール AN 分の N というふうになりますよと。で、それから2つ目。AN 分の N っていうのと、ガウス AN 分の N っていうのが等しくないとき、こういうときは BN が0になるんだよというふうに書いてます。なので、ね、しっかり実験を 1で行ってまあ格好に格好さんを頑張って計算していけるようにしましょうという風になるわけやね。はいっていうことでまずはね格好1から b10 とか b100 を求めてくださいという風に言われているのでね実験がてらやってみましょう。はいまずはね b10 考えてみましょうと。はい b10 っていうことはまあとりあえず a10 分の10っていうのを考えてやらないといけません。はい a10 分の10。a10 っていうのはガウスルート10のことで A 分の10ですよと。 はい。ガウスルート10っていうことは、まあ、これね、もうすでに出てきてますが、ね、過去1の R で答えましたが、これ3でしたよね。なので、3分の10ですよ、と。はい。 で、さらに、これ、ガウス記号をつけたやつ。これにガウス記号をつけたやつっていうのが、これと等しくなったら、ね、BN っていうのは3分の10だよというふうになるわけやと。で、等しくなかったら0だよというふうになるわけ。なので、ガウス A10 分の10っていうのを考えてやったら、結局これ、3分の10をガウスに入れることになるので、イコール3ですよね。ということで、この出てきた2つの数字、等しくないですね。 3分の10と3っていうのは同じ数字ではないですよとはいだからこれは0だというふうにすることができますよはいじゃあ同じように100の時も考えてみましょうはい A100 分の100について考えてやるとガウスルート100分の100ですよとはいガウスルート100これは10でしただから10分の100なので10ですよというふうになるわけやねで同じようにこっちにもガウスをつけてやる A 100分の100これ計算してやるとまあそもそも今出てきた10をガウスに入れたらいいわけなので10ガウス10ですね10を超えない最大の整数は何歩ですかって言われたら10ですよとはいじゃあ今出てきたこの2つこの2つっていうのは等しいですよだから B100 っていうのは10だよというふうに求めることができました はい。こんな感じの規則で、ね、BN が定まっていくというふうになるわけだね。で、ここで、ね、まあ、規則をちょっとだけ頑張って掴んで、じゃあ、括弧コ2に入っていきましょう。はい。じゃあ、続いて、括弧2に入っていきましょう。えー、1小なりイコール N 小なりイコール100において、BN が0より大きくなる、自然数 N の個数は何個ありますかっていう話ですね。はい。っていうことで、ね、えっ、ー、と、この、 0より大きい。すなわち、こっちの丸2じゃなくて、丸一を満たす、えっと、n っていうのは何個あるんですかっていうのを数えてくださいっていう話ですね。はい。じゃあ、まあちょっと実験してみましょう。ね。a1 分の1について考えてやると、これはガウスルート1分の1。なので、これ1ですね。これ1をガウス記号の中に入れても絶対1になるので、これ OK ですよと。はい。じゃあ次。 A2 分の2考えてみましょう。はい。ガウスルート2分の2なので、これ分母1ですね。だから分母1で分子2ですよ。すなわち2です。この2っていうのをガウスに入れてもね、2のまま。ね。すなわち整数の時は OK だというふうに考えられますね。はい。だから、AN 分の N。これが整数になってくれたら OK だよというふうに考えると。はい。 a n 分の n っていうのが整数だよっていうふうになったら当然これ n は an の倍数だよっていうことが分かりますね。はいだからこの n が an の倍数になるのは何個ありますかっていうふうにね考えていくというふうになります。はいでじゃあねえっ、ー、と ちょっと考えていくんですがまあ100まで全部実験するわけにはいかないので何か規則ないのかなっていうのを考えてやる。でそしたらまあさっきガウスルート n まあこれ an のことやけどこれが k になるとき。はい。 この時、なんか N と K は条件がありました。何やったかって言ったら、ね、K の2乗小なりイコール N 小なりイコール K プラス1の2乗と、失礼、ここ小なりイコールじゃなくて小なりね、えー、K プラス1の2乗より小っちゃくないとダメですよっていう性質がありましたよと。で ガウスルートが K になるんだよとこれ AN のことなので AN が K になるんやったとしたら n っていうのは k の倍数にならないといけませんよと。でこの、ね、k の2乗小なりイコール、A、n 小なり k+1 プラス1の2乗の中に、ね、n が k の倍数になるのは何個ありますかっていうのを考えてやると。はい そしたらね何個あるかって言ったらね k の2乗でそれから k の2乗をプラスの k それから k の2乗をプラスの 2k この3通りしかないことに気づけますよと。 えー、ガウスルート n イコール k っていうのを満たす自然数 n っていうのは k の二乗小なりイコール n 小なり k プラス1の二乗の間にないといけません。やねんけどこれをねえっ、ー、と n は k の倍数やでっていう条件をつけてやったらこの中にはこの k の二乗、k の二乗プラス k、k の二乗プラス 2k この三通りしかないんだよっていうことがわかると。 でそれがね k=1 の時それから2の時3の時4の時っていうので順番にずっとつながってますよということですね。はいじゃあね1から100までの間なんやけど100っていうのは10に変わるタイミングなので1個別で考えてやりましょう。99までに何個あるのかって考えてやったらねガウス。 ルート99っていうのはこれ9だったよとだから k が1から9までっていうのは3個ずつあるんだよで最後の100の時100の時は1個あるから足してやりましょうというふうになるので 3×9+ の1で求めて28個というふうに求めることができました。はいということで、まあ、しっかり規則をつかんで計算していくっていうふな形になります。 はい。ということで、ラストカッコ3やっていきましょう。えー、ラストのカッコ3は和を求めてくださいということですね。えー、シグマ k イコール1から100までの bk。これの値を計算してくださいという風になるわけだと。で、今28個あるよーっていうのが分かったから、まあ全部書き出してあげてもいいんやけど、まあちょっとね、めんどくさいですよね。なので、もうちょっと規則について考えてやりましょうと。ね。 これね、ガウスルート n っていうのが an ですよ。で、この an っていうのが k になるんだっていうのが3個ありました。で、an 分の n っていうのを全部足していってくださいっていうふうになるわけなので、それぞれ an 分の n っていうのがどんな値になるのかっていうのを考えてやりましょう。そうしたら、まあ、an は絶対に k なので、k 分の k の2乗、それから k 分の k の2乗プラス k。 で、それから、k 分の k の2乗プラス 2k という風にすることができると。すなわち、これ約分してあげたら、ね、k、それから k プラスの1、k プラスの2という風にすることができると。ね。ということは、まあ、それぞれ、ね、 a n が k になる n の値っていうのは3個ずつあるわけなんですが3個あるんやけどね全部足してやったら絶対 k+k+1+k+2 プラス、k、プラス1プラスで 3k+3 プラス,2で3 k プラス3というふうにすることができると。だから k=1 イコール1の時はここに k 代入してやって合計6ですよというふうにすることができるし k が2になる。このガウス ルート N イコール2になる数字を全部足してやったらまあこのねこれを満たす、ね、整数全部足してやったら 2+3+4 で9というふうに求めることができるわけやね。はいじゃあそれが28個あるんやけどままでは3個ずつあります最後に10が1個あるよっていうふうに考えてやると σk 3k から9までの3 K プラスの3これに10を足してあげましょうというふうになるわけ。 はい、ということでこれの計算自体はそんなに難しくないと思うのでちゃちゃっと、えー、やっておいてください。はい、ということで、まあ、これ公式使ったらすぐ終わるので172というふうに求めることができました。 はい、ということで、まあ、数列の問題ではあるんですが今まで知ってるような問題の解き方ではなくて自分ででで規則をつかんで計算しししてていいきましょうっていうっ問題でした最近ね近代ちょっと難しくなってこんな感じで自分で考えて解いていくっていう風な問題が多く出題されてますなので普段からねしっかり考えるような習慣っていうのはつけていってほしいなと思います。はい、ということで続いての問題に入っていきましょう。学びず はい。それでは、大門さんやっていきましょう。ダイさんね、問題を見ていくと、FX っていうのが書かれてて、まあ問題文ね、ザーっと、えー、並んでますよと。で、接線の方程式の話であったり、面積とか体積についての話が出てきてるので、まあ微分積分の話かなというふうにね、判断できますね。で、それから、まあ極限使っていいですよっていうふうに書いてあるし、括弧コ読んで極限求めてくださいっていうふうに書いてあるから、まあなんか求めた後に極限求めなあかんねんなっていうふうに頭に入れておきましょう。 はい。では、順番にね、問題見ていきます。えー、まずはね、カッコ1とカ2に解説していきたいと思うので、えー、まずは問題文のね、括弧1とカ2に関係あるところだけ読んでいきましょう。えー、X 大なり0において関数 FX を考えます。えー、ただし、対数は自然対数で E は自然対数の定ですよと。えー、原点を O とする座標平面において、関数はイコール FX のグラフを C とし、えー、C と X 軸との共有点を A とします。A における C の接線を L とし、 ここまで読んだら、括弧1と括弧2っていうのが解けるので、まずはね、そこまでやっていきたいなというふうに思います。はい、ということで、まずは括弧1見ていくと、A の X 座標は A であり、L の方程式は y イコール EUX プラス A というふうに言われてますね。はい、ということで、何を求めるかって言ったら、まずは A の X 座標を求めましょう。で、それから、 L の方程式求めてくださいってい話なんやけど、L っていうのは A における C の接線の方程式なので、接線の方程式求めなあかんなというのは頭に入れておきます。はい。じゃあ、まずは A の X 座標っていうのを求めます。A っていうのは C と X 軸との交点ですよっていうふうに言われてますね。X 軸っていうのはそもそも何ですかって言われたらこれ Y イコール0の話ですよね。 はい。だから、y イコール fx と x 軸との共有点っていうことは、えー、y イコール0を代入してやって、fx イコール0を満たす x をまずは求めてください。これが、括弧1の a の x 座標を求めましょう。ですね。はい。ということで、fx イコール0というふうにしてあります。はい。fx イコール0っていうふうにしてあげたら、マイナス 2x の2乗ログ2分の x これが0ですよっていうふうになりますね。 X は0より大きいよっていう条件が一番最初にあるわけなのでここの部分っていうのは絶対に0より大きいよっていうことがわかる。ねこの前の2 x の2乗の x の2乗は絶対に0よりでっかい0にはならないよっていうことが分かりますね。はいということで x は0よりでっかいのでねログ2分の x これが0になる x の値を求めてくださいっていうふうになるわけやね。はい っていうことは、これ、手書いてないけど、E なので、E の0乗が2分の X ですよと。はい、0乗っていうことは、当然1ですよね。だから、X イコール2という風になって、A の X 座標は2だよという風に求めることができました。はい。ということで、A の座標分かりました。2、0ですね。Y 座標当然0やね。X 軸上の点なので。 はい。じゃあ、20における L の方程式、求めてく、えー、それ、L の方程式なので、えー、y イコール fx の接線の方程式を求めてくださいというふうに言われてます。はい。じゃあ、接線の方程式どういうふうに求めますかって言われたら、当然、微分してあげるね。はい。微分してあげて y、y マイナス、まあ、接点の y 座標を ft というふうにしてあげましょう。はい。で、f' t 微分して計算してあげて x、x マイナス t をかけてあげる。 こういうふうにしたら接線の方程式が求められるよと。で今はねえー、とこの t っていうのが2で、えー、ft っていうのが0ですよっていうのが分かってるからここに2を代入してあげてここは0を代入したらいいよっていうことが分かるあと何計算するかって言ったら F'T だから微分してあげてこの2を代入してあげるっていうのを計算していきましょう。はいじゃあまずは微分してあげる f'x 考えていきましょう。 はい。積の微分を使って計算していくね。えー、マイナス2がとりあえずかけてあるので、一旦ちょっと前に置いといて、で、x の2乗をかけるログ2分の x の微分。ね。なので、前微分、後ろそのまま。プラス、前そのまま、後ろ微分ですね。なので、前微分しちゃえたら 2x です。後ろそのままなので、ログ2分の x。はい。プラスの、前そのままなので、x の2乗。かける後ろ微分。ね。えー、ログ、x、 x ってていうののを微分分してあげたら x 分の1になりますだから、このログ2分の X を微分してあげたら、この X のところをまずは2分の X で書き換えて、2分の X 分の1というふうにしてあげる。で、そこにこの2分の X を微分したものをかけてあげれば OK だから、2分の1かけてあげるね。はい。そしたら、まあ、都合よくここで約分されるので、ここ X だけ残るっていうふうになるわけだと。 はい、整理してあげるとマイナスに括弧に x ログ2分の x でここの部分が一回さらに約分されてプラスの x というふうにすることができるね。はい、ということでこれを整理してあげると、まあ x でくくっておきましょう。マイナスに x で括弧にログ2分の1、えー、と1000分の x プラス、えー、1というふうにすることができました。 はい。こんな感じで求められたね。f'x が求められたら、今回何するかって言ったら f't 求めたい。ね、t は2ですよっていうふうに言われてるから f'2 を求めたいね。f'2 っていうのを計算してあげたら、x に2を代入する。マイナス2かける2、かっこ2ログ2分の2。プラスの1。 はいこれ2分の2って1なので真数が1のログっていうのは必ず0になります。だからここの部分は1だけ残ってマイナス2かける2を計算したら OK だからマイナス4ですよね。 はい。接線の傾きがマイナス4っていうふうに分かって、ここ0でここに代入したらいいよっていうふうになってるから、y、y-0 イコールマイナス4カッコ x マイナス2と。あとはこれを y イコールの形に書き換えてある。y イコールマイナス 4x プラスの8というふうに求めることができました。はい。これがカッコ1。ね。えっ、ー、と、後ろの接線の方程式というふうになります。 はい。ということで、まあ、節制の方程式求めなさいという問題はしょっちゅう出てくるので、えー、しっかりね、できるようにしておきましょう。はい。じゃあ次行きましょう。カッコ2ですね。fx の最大値は大書きですよ。えー、また fx が最大となる x は空気エコーサーですよというふうになってます。はい。ということで、まあ、最大値求めてくださいという話ですね。 基本的に微分して、えー、と最大値最小値を求めるときっていうのは何をするのかって言ったら増減表を書いてあげます。で増減表を書いてあげるためには何を考えないといけないかって言ったら f'x イコール0となる x をまずを求めてあげましょう。 はい。f'x イコール0となる x を求めてやる。はい。っていうことなので、この部分やね。こいつが0となる x っていうのを、まあ、x が0よりでっかい範囲で、えー、求めてあげましょうというふうになります。はい。f'x イコール0とすると、えー、今回は、マイナス 2x、かっこ2ログ g 2分の x プラスの1。これが0になってくださいというふうになるわけやね。はい。 x が0よりでっかいから、ここの部分0になるわけないです。なので、後ろのこの2ログ2分の x プラスの1イコール0という風になって、これを解いてあげれば OK ですよと。はい。じゃあ、ログ2分の x これが1イコール c にで割ったら、マイナス2分の1になりますね。はい。 e のマイナス二分の一乗が二分の x です。なので x っていうのは e のマイナス二分の一乗に。二をかけてあげればオッケーですね。はい、だから二 e のマイナス二分の一乗というふうになりました。はい、で、当然 e のなんとか乗っていうのは絶対ゼロより大きいので、二かけてもプラスになります。はい、ここまでできたら、増減表を書いていくと。はい。 で、じゃあ、ここが、えっ、ー、と、X、ここ F'X、ここ FX っていう風な形で増減評価でいくね。0がスタートですよ。で、ここが 2E のマイナス2分の1乗ですよっていう風になってると。はい。で、ここの部分が0。あとは、ここの符号を求めてやらないといけません。で、とにかく、一旦こっち側、ね、符号を求めるためにはこっち側考えてやると、めちゃくちゃでっかい数字。 ね、入れれてあげれば、OK、ですはいとにかく一番でっかい、まあ、なんか適当な数字を入れてあげたらどうなるかって言ったら、まあ、例えば100とか入れてあげましょう100とか入れてあげたら x に100入れたらこの括弧の中見てあげたらログ50っていうのが出てきますね。 650っていうのはね50っていうのは e よりも圧倒的にでかい数字なので1よりでかい数字になりますなのでここ絶対プラスになるねここプラスで x もプラスやねんけどマイナスにかけてあるからここマイナスになりますねはいだからここマイナスですよとはいであとはここ ね、まあゼロよりちょっとだけ大きい数字を入れて考えてやりましょう。はい、ゼロよりちょっとだけ大きい数字っていうのを入れてあげたらどうなるかっていう話なんやけど、ここの部分ね、ゼロよりちょっとだけ大きい数字を入れてるので、めちゃくちゃマイナスの数字になりますね。X が。 この真数の部分が0に限りなく近いのでめちゃくちゃマイナスです。なのでこのプラス1したところでめちゃくちゃマイナス。これログのグラフ考えたらわかるね。で、それに x。まあプラスの数字が言ってるからめちゃくちゃマイナスのまま。で、マイナスか言ってるからプラスに変わるね。だからここプラスですよと。増えて減りますよ。で、増減表書いたら何がわかるかって言ったら関数の増減がわかる。増えたり減ったりどうなってるかっていうのがわかりますね。 じゃあグラフ描かなくてもここが最大だよっていうことがわかると、はいっていうことで、えー、先に空形交差のところが埋まります。この 2e のマイナス2分の1乗これを埋めておけば OK という風になるわけよね。じゃあその時の最大値っていうのを考えてやるためにはまあ当然 f2e のマイナス2分の1乗これを計算してあげれば OK ですよと。 はい。ということで、マイナス2かける 2e のマイナス2分の1乗、これの2乗。で、それからログ、えー、2分の x なので、この2分ので約分されて e のマイナス2分の1乗というふうになります。はい。 ということで、これを整理してあげたら、ここで、まあ、えっ、ー、と、4になって、マイナス8ですね、えー。かける e のマイナス1乗、ここの指数の部分かけてあげる。で、ここがマイナス2分の1なので、マイナス2分の1をかけておく。そしたら、e、4e のマイナス1乗というふうに求めることができました。はい、これが大かきというふうになります。 はい、ということで、まあ、基本的にね生成を求めて、えー、それから最大値求めるために増減表を書きましょうよく出てくる問題ですなので計算もねめちゃくちゃややこしかったわけではないのでしっかりとこういう問題は解ききれるようにしておいてくださいいいでしょうかはいということでカッ2までやってきました続いてカッ3以降をやっていきましょう はい。では、続いて、カッコ3やっていきましょう。えー、っと、カッコ3の問題を見る前に、上の問題文で読んでないところで、カッコ3に必要なところっていうのを確認していきましょう。えー、っと、A における C の接線を L と C の続きですね。O を通る C の接線を M とします。で、M と C の接点を B とするよというところまで確認しておきました。はい。ということで、まあ、ホワイトボードにはもう情報書いてあります。もう分かってる情報もね、書いてますよということです。はい。で、まずはカッコ3ですね。 何を求めるのかというところを確認していくと B の x 座標を求めてくださいよと。でそれから三角形 OAB を x 軸の周りに1回転させてできる立体の体積というふうに書いてますね。はいということでまずは前半 B の x 座標っていうのを求めていきましょう。 えー、点 B って何やったかって言ったら M と C の接点ですよというふうに言われてます。でじゃあこの M 何ですかって言われたら M っていうのは原点を通る C の接線ですよというふうに言われてますね。はい。なのでまあ原点を通る C の接線っていうのを考えてやるそれの接点の X 座標を求めてやったら OK ですよと。はい。 じゃあ接点がわからない接線の問題では何を考えるんやったかって言ったら接点自分で置きましょうとね接点を自分で置きましょうとねこれを自分えと考えるようにしてください。いでじゃあどういうふうに置くのかっていう話なんですが x 座標だけ自分で置くねなので t と置くと。 はい。そしたら、y 座標はどうなるかって言ったら、当然、y イコール fx 上にあるわけなので、ft という風にすることができますね。はい。接点は tft という風になりますよと。とで、接点が分かれば、ね、接点の方程式を求めることができます。ね、えー、当然、y、y-ft。 イコール F'T X-T というふうにしてまあ傾きさえ分かってしまえば通る点の x 座標 y 座標を使って方程式ね直線の方程式求めることができますよというふうになるわけ。ということでまずはねえ点 B の x 座標っていうのを自分で t というふうに置いてやってそこから接線を求めて計算していくで条件は原点を通るんだよっていうのを使っていくというふうになるわけやね。はい ということで、まあ、かっこ1から f'x っていうのが求められてるので、これを使って t を代入してあげれば OK ですよと。はい、代入してあげたら、−2t、かっこ2ログ2分の2 t、プラスの1というふうにすることができますね、はい。ということで、これが傾きというふうになるわけだと。これ傾きね。 はい、これ傾きで通る点っていうのは t,ft ですよというふうになってる。だから、接線 m の方程式はどうなりますかと言われたら y、y- この fx の x に t を代入してやりましょう。だから、-2t の2乗ログ2分の t。はい。イコール微分したこいつですね。-2t、え格、ー、好2ログ2分の t。えー、プラスの1。はい。で、格好 x-t というふうにしてあげれば、 これが直線 M の方程式でで、すよとで。まあもちろん整理してあげてもいいんですが原点を通るっていうふうに書いてある原点を通るっていうふうに書いてあるっていうことはここに X イコール0と Y イコール0を代入してああげる必要がありますよね。で代入してあげたら文字が少なくなって整理しやすくなるので今回は先に代入してやりましょうで問題によっては先に整理しておいた方がいい時もあります はいじゃあこれを整理してあげると y プラスの、えー、y が消えるからえっと 2t の2乗をログ2分の t ですね。はい。イコールでここの x に0代入するからマイナス2 t かっこ2ログ2分の t+ プラスの1かけるマイナス t というふうにすることができます。えっと、はいでそしたら両辺これ整理していったら絶対この 2t の2乗という塊ができます。 ね、ここに 2t の2乗あるし、こいつとこいつをかけてあげれば 2t の2乗っていう塊が出てくる。で、ここで t っていうのが何なのかっていう話なんですが、b の x 座標、要は接点ですよね。で、y コル fx の接点について考えてるんですが、そもそも y コル fx は、x が0よりでかい範囲でしか定義されてません。ということは、この自分で置いた接点 t っていうのも、当然、ね、 よよりででかくないといけないいいととけす設定の x 座標は0より大きくないといけないすなわちこいつらは両辺にあるので割ることができるよというふうになるわということでログ2分の t とイコール二ログ2分の t プラスの1というふうにしてあげることができますねはい整理してあげるとログ2分の t はいこれがマイナス1ですよと。 だから2分の t っていうのは、えっ、ー、と、e のマイナス1乗。だから t が 2e のマイナス1乗というふうに求めることができました。これが点 b の x 座標だよというふうになるわけやね。はい、これで前半が終わりました。はい、じゃあ続いて後半行きましょう。 えーとまた三角形 OAB を X 軸の周りに1回転させてできる立体の体積っていうのを求めてくださいということですね。はい三角形 OAB っていうふうに書いてあるからしっかりと座標を確認しておきましょう。はい X 軸と Y 軸っていうのがあってはいえっ、ー、とまあ O は原点なので大丈夫でですねで A どこですかって言われたら20というふうに書いてあるのでまあ、X 軸上にこんな感じで20の点を取っておきましょうここが A ですよと。でじゃあ B どこにあるんですかっていう話なんやけど B の x 座標これ 2×e の1乗やけどまあ要は e 分の2ということですよね。 はい。e 分の2ってことは、2二2 7 1 8点点点っていう感じなので、まあ0と1の間にあるよっていうことがわかると。だから b の x 座標は絶対にね、ね、この o と a の間のどっかにあるんだよという風になるわけだと。はい。で、じゃあ y 座標はって言われたら、まあ y 座標も計算しちゃいましょうか。はい。計算してやると、まあ f2、 e の -1 乗っていうのを計算してやればいいので −2×2e のス1乗これの2乗で log2 分の x やけど x のところに2が入ってるのでまあ e のス1乗というふうになります。はい で、ここはマイナス1なので、マイナスと打ち消し合って、プラスに変わるから、これがプラスに変わるよと。はい。で、これ計算してあげたら、えー、これ2乗したら 4e のマイナス2乗なので、8e のマイナス2乗。ということがわかるね。e のマイナス2乗っていうのは絶対プラスなので、まあ、この x 軸よりも上にある。で、o と a の間にある。だから、たいまあ、この辺に点 b があるんちゃうかなっていうふうに想像することができますよね。はい。 で、じゃあ、こんな感じで三角形ができますよと。はい、この三角形、この三角形を X 軸の周りに一回転させてくださいという風になるわけだと。ね。X 軸の周りに一回転させたら、どんな図形ができるかって言ったら、こんな感じ。はい、こんな感じの、よいしょ。で、ここが底面になる、まあ、円錐が二つひっついたような形ができると。ね。もうちょっとこっち側かな。 はいということで、まあ、こんなな感じといいう風になるわけねはい、ここによいしょ底面がある円錐っていうのがこっち側左側と右側両方に出てきてるというふうになるわけやと。で底面どこですかと言われたらここの B を通る円というふうになるわけやね。 なので、ここの円の面積っていうのを求めてあげる。その後、まあ、それぞれ高さ求めて書けなあかんねんけど、こいつらっていうのは当然、まあ、ずーっとあるわけやから、高さ2の円錐と見なしても問題ないですよね、合体させて。なので、まあ、高さは2で計算する。あと円錐なので3で割るのを忘れないようにしましょうと。と はいということでこの円錐この立体の体積はと言われたらまず3分の1先に書いておきましょうでここの面積求めるんやけど当然半径はここの y 座標ですよと今なしは 8e のマイナス2乗だから3分の1かける π かける8 e のマイナス2乗でかける2ですねこっからここまでとこっからここまでなんやけど分けて計算する必要ないですね足して OK と。 はいじい、えー、ここに2乗やねはいこれ計算してあげたらどうなるかって言ったら答えは3分ので πe のマイナス4乗というふうに求めることができました。はい、えー、ということでですねまあ、体積を求める問題なのでまあなんか積分しなあかんのかなっていうふうにね考える人多いかなというふうに思うんですが三角形ですよね。 三角形なのでこれをぐるっと回したところでなんか特殊な立体ができるわけではなくてだいたい円錐になるわけなんですよ。なので積分しなあかんのか積分して体積求めなあかんのかそれとも積分しなくても体積求められるのかっていうのは図形をしっかり見てね考えていくようにしてください。特にこんな直線だけでできてたら積分する必要なくてね今回みたいに円錐の体積を求める方法で求めることができるのでえしっかりと。 いつでもね、えー、考えるようにしておいてください。はい、ということで、括弧三やってきました。続いて、括弧四やっていきましょう。 はい。では、続いてカッ4やっていきましょう。カッ4問題見てみると、CL および直線 X イコール T で囲まれた部分の面積を ST としますと、えー、この時、ねえーと、X をプラスの方から0に近づけた時の ST の極限を求めてくださいというふうに言われてます。はい。なので、しっかり面積を計算して、その後極限の計算をしていくというふうな形でやっていきましょう。はい。じゃあ、ね、面積求めていくんですが、上の問題文で読んでなかったのは、ね、えー、また 必要ならば、等式、えっと、fx ね、x をプラスの方から0に近づけていった時の fx の極限は0だよっていうところ。ね、ここだけ使ってませんでした。なので、これを使って考えていきましょう。と でじゃあまずはグラフを書いていくことになるんですがこの曲線 C=fx y イコール FX のグラフを書いていくというふうな形になります。でグラフを書くなら当然増減表が必要なのでえ増減表を書いていきたいんですが括弧2で既にやってますね。なのでね最大最小を求めるときに増減表を書いてるのでこれを使ってやっていきましょう。で x を0に近づけた時の fx の値っていうのは0に近づくよっていうふうに言われてるからこんな感じ。 ね、ここ0にしておきましたはいじゃあこの形ね、えー、とりあえず増えていって局値を迎えてその後減っていくよっていうふな形してるからグラフはこんな感じになりますよとね y 軸それから x 軸があってで原点には近づくけどならへんからまあ白丸で書いておくで、えー、こんな感じのグラフが書けるかなと思いますでここの点が a だよというふうになるわけやね はいでここが座標は2、0だよというふうになると。で曲線 C があったら次直線 L ですね。直線 L の方程式っていうのは y=−4x+8 なんですが a におけるこのグラフの接線ですよと。だから a における接線を書いてあげるこんな感じで書いてあげたら OK ですね。はいということで、まあ、L も書けましたよと。 で最後、ね、直線 x イコール t っていうのがどこにあるのかっていう話ですね。えー、t っていうのは0小なり t 小なり1というふうに書いてあります。なので、ねえー、この O から A までの間の半分よりちょっと左にあればいいかなということですね。でちょっと高さの都合でみちょっと右に書きますが、まあ、こんな感じになると。ね まあ実際はもうちょっと左にあるわけなんやけどまあ、どこにあってもそんなに変わらないのでとりあえずここに書かせてもらいました。はいじゃあ求める面積ってどこですかと言われたらここの部分。 ね、この部分の面積を求めていくというふうになるわけやと。でここの面積を求めていくわけなんですが、まあ、上の関数 y ス4 x ス8ですよと。でそこからこの y=fx を引いてあげて積分するっていう形でも大丈夫なんですがねできるだけ計算量少なくしたいのではいこんな感じの大きい三角形考えてやります。で大きい三角形からここの部分の面積。 ね、ここの面積を引いてあげたらこの赤の部分の面積が求められますね。はい、ということで、まあ、できるだけ計算量を少なくしたいので工夫して計算していくっていうのを考えていきましょう。えー、解説ではここの点 D でここの点 E っていうふうに書かせてもらってるので ST の面積はって言われたら三角形 ADE。 ここからマイイナスンテグラル t から2までの fxdx ねこれを考えてやれば OK というふうになるわけやねはいということでそれぞれ計算していきましょう三角形 Ade からまずは行きますはい三角形 Ade ねえー、もう底辺と高さの長さが分かれば OK ですね、えー、底辺の長さはと言われたら t から2までなのでここに2ス t になります 高さはって言われたらねえっ、ー、とここの x 座標が t であるねこの直線上の点なのでマイナス 4t プラスの8とはいだから1 2分の1かけるえっ、ー、と2マイナス t かけるマイナス 4t プラスの8というふうにすることができますねはいでこのマイナス 4t プラス8っていうのが4でくくったら2マイナス t になるよと だからこれ整理してあげたら2かっこ 2−t の2乗やでというふうにすることができますね。はいまずは前半部分終わりましたはいじゃあ次後半部分いきましょう。はいここの部分の積分やっていくんですがマイナスがついてて前にマイナスついてるねここにマイナスついてて FX のここにもマイナスがついてますなので結局プラスになって積分して足しましょうというふうになるわけやと。 はい、ということなのでまあインテグラル t から2までの fxdx やけどこのマイナスをとって 2x の2乗2分の、X、の積分について考えていきましょう。はい、でじゃあややこしい関数の積分ではまずは不定積分を求めてその後定積分に変えていくっていう形で考えていってください。 はい。では、これを計算していくっていう風な形でいきましょう。で、この関数っていうのが、前に 2x の2乗っていうのがあるから、ここ fx ですよと。で、ここの部分後ろが log2 分の x で gx だよっていう風に考えて積分していくという風にしてやりましょう。で、こういう感じで2つの関数かけられてる積分では、部分積分使うこと多いですよと。で、どんな感じやったかって言ったら、部分積分はインテグラル fxgxdx。 これ計算したかったら、まあ、片方は積分しましょうもう片方は微分しましょうっていうふうな形になりますで、えー、まずは、ね、この f x を積分する形やでっていうふうに考えたらね f x になるよというふうにしておきましょうラージ FX GX かけるは G x そのま,までマイナスインテグラルラージ f x があってもう一個の関数は微分した形でかけておきましょうでこれをもう一回積分してあげるというふうな形になるわけや。 はいでじゃあどっちの関数が積分する関数でどっちの関数が微分する関数かなっていうとこなんやけどねえー、微分しやすいやつが、えー、とこの Gx の方になるね微分したら次数が下がるやつが Gx になりますで f っていうのは積分しやすい関数を使ってあげれば OK かなとで今回ログ使ってますよねログっていうのがすごい積分しづらいですなので積分しづらいからここの部分っていうのは Gx まあこっちを積分しましょうと。 でこっち側を微分する関数やでっていう風に考えてやっていきます。はい、じゃあそれぞれ計算していきましょう。えー、まずは二 x の二乗、こいつ積分したら三分の二 x の三乗という風になりますね。で後ろはそのままなので log 二分の x と。 なりますでマイナスインテグラルこいつは積分したままなので3分の 2x の3乗ですでログ2分の x こいつを微分した形っていうのを考えてありましょうはいこいつ微分してやるとここの塊一つの文字やと思ってログを微分したら2分の x 分の1ですよかけるこいつを微分した形をかけてくださいだから2分の1かけてやるとそしたらここで約分されて結局 x 分の1やと。 だからこれに x 分の1をかけてやって dx というふうになるわけやね。はいじゃあこの式さらに計算していくとどうなるかっていう話なんですが前は一旦そのまま置いておきましょう分分の2 x の3乗ログ2分の 2x x 乗でマイナスこいつはね x の2乗になりますよね。x の2乗積分してやったら3分の 1x の3乗なのでこの3分の2かけてあげて9分の 2x の3乗プラスの c と。 ねえー、この c は積分定数なので記述の時とかを忘れないようにしましょう、まあ、近代の場合はいらないです。ね。はいじゃあこれ計算していくとまあ整理しておくと9分の 2x の3乗括弧362分の x はいマイナス1プラスの c というふうになりました。はいひとまず不定積分が求められたっていうふうな形なのでね定積分にしていきましょう。はい積分範囲は t から2までっていう風になってるからインテググラル T から2 2X 2 2までの2の2乗をログ2分の XDX 乗ロ分これはどうなるのかって言ったらもうこいつをそのまま括弧の中に入れてあげてでよいしょはい t から2までという風にしてあげるわけやねはいじゃあまずは2を代入してあげましょう2を代入したらどうなるかっていう話なんですがここのログのところ真数が1になりますよね ログの指数1っていうことはねトータルでゼロになるわけだからここゼロになりますよ。だからこの前の9分の2かける2の3乗マイナス1だけ残るねマイナス1かけたやつだけ残る。だからどうなるかって言ったらマイナス9分の16というふうにすることができると。で後ろのこいつはって言われたらもうそのままえーと引いておくので9分の 2t の3乗カッコ3ログ2分の t マイナス1というふうにすることができましたよと。 はい。ということで、不定積分を求めることができましたよと。はい。じゃあ、最後、ね、えー、計算していきましょうと。えー、ST の式っていうのを表してやったらどうなるかって言ったら、 えっと、この st っていうのを式で表してやって、この極限を求めてあげましょうということですね。はい。ということで st っていうのは、まずどうなるのかっていう話なんやけど、えっ、ー、と、三角形 ade 引くなので2かっこえ2、2括弧、2-t のえと2乗というふうにすることができました。で、さっきも言った通り、ここマイナスでここマイナスやから合計プラスになりますよね。なので、こいつを足しましょう。だから、結局これを引いてあげれば、OK。9分の16、マイナス、9分の 2t。 t の三乗、え、括弧三ログ二分の t マイナス一というふうにすることができるわけだと、はい、で極限はね、代入してぜ、なんか不定形にならなかったら、まあゼロ分のゼロとか無限大かけるゼロにならなかったら、ね、その値そのまま使ったら大丈夫です。だからここの部分ね、t をゼロ代入してあげてもね、不定形にならないですね。なので t にゼロを代入してあげたらどうなるかって言ったら、二かける二の二乗だから八ですよね。 で、それからこの9分の16。9分の16はもう定数なので変わりません。だからこ、ここまではそのまま残ると。で、後ろのこの部分ですよ。ね、9分の 2t の3乗、括弧36、2分の t マイナス1。ここをなんとかして整理してあげないといけないわけですね。はい。で、ここで使うのが、リミット、x がプラスの方から0に向かうときの fx、これが0だよ。こいつを使ってくださいというふうになるわけやと。 ということはこの形ね、えー、マイナスがついてるかついてないかは置いといてこの 2x の2乗ログ2分の x っていう形を作ってあげる必要がありますここの部分ですねこの部分。はい。ということで整理してあげると、まあ、一応この2括弧にマイナス t の2乗っていうのとマイナス9分の16置いといてマイナスここの部分っていうのをねうまく整理してあげる必要があるわけだと。 はい、えー、整理してあげたらどうなるかって言ったら、ね、ここの部分が、ね、まずはこいつが0に収束するんやでっていうのが分かってるから −2x の2乗をログ2分の x っていうのを書いておきます。 でこの形この形っていうのを作り出すためにはどうしなあかんかって言ったらここ t やねはいでこの形作り出すためにはどうしなあかんかって言ったら当然、ね、え t かけなあかんし3分の、えー、と1かけなあかんなということですねなのでマイナス3分の1をかけておくというふうになるわけやとね形を合わせていくでマイナス最後この9分の 2t の3乗っていうのがありますよと。 ははい、い、こんなな感じになりますね、はい。そしたら一番下ここの部分なんやけどここの部分っていうのは0に収束するよと。ねなぜならここちょっと t 抜けてましたがね、ここの部分0に収束するし後ろの3分の 1t こいつも0に収束するわけですね。はい、0に収束するやつと0に収束するやつかけても別に不定形じゃなくて絶対0になりますよ。だからここ0に収束する。当然後ろのこいつも0に収束するよと。 はいでここが8に収束するんやでって話やったから8から9分の16を引いてあげれば、OK、だからリミット t が、えー、プラスの方から0に近づく時の st っていうのは8から9分の16引いてあげたら OK だから、えー、9分の、えー、56というふうに求めることができました。いいでしょうか はい。ということでですね。えっ、ー、と、微分積分の問題でしたが、基本的に計算量がやっぱり多くなってます。なので、しっかり丁寧にね、計算できるようにしておくとか、工夫して計算する方法っていうのをね、頭に入れておいてほしいなと思います。はい。で、まあ、とにかく近代の問題ね、まずはできる問題っていうのをいやしっかりやって、えー、点数取れるようにしていく。で、その後、ちょっと難しそうやなっていう問題にチャレンジしていくっていう風な形で、確実にね、点数をある程度取れるようにしていって、 ね、本番えっ、ー、と合格点取れるようにしていってほしいなと思いますなのでまあ過去問たくさんあると思うのでしっかり演習してね、えー、自分でできるようにしていくっていうのを忘れないようにしてくださいいいでしょうかはいでは今回の解説はここまでにしておきましょうありがとうございました この動画ではね、みんなが見れるように一般的なことを話しました。マナビズムは近代の公募や一般入試に向けて今の君の現状から逆算して最短のスケジュールを立ててその遂行をサポートする塾です。この動画を見てね、自分用に、そして近畿大学用にカスタマイズされた勉強計画を作ってほしいという場合はですね、マナビズムの無料受験相談にぜひ参加してください。各校舎で申し込み受け付けていますし、オンラインだったら全国から申し込み可能です。